カルーゼル外線門は、パリにある外線門であり、かつて、チュイルリー宮殿であった、公園内のカルーゼル広場に位置する。1806年から1808年にかけて、前年のナポレオンの勝利を祝するために建設された。カルーゼル外線門の近くにあり、より有名なエトワール外線門も同年に設計されたが、エトワールの大きさは約2倍あり。 完成までにおおよそ30年を要している。メインアーチの下中央のバスレリーフカルーゼル外専門の大きさは高さ19メートル、幅23メートル、奥行き7.3メートルである。中央のアーチの高さは6.4メートル、両脇の小さなアーチの高さは4.3メートルである。外回りには花崗岩でできた8本のコリント式コラムがあり、上には 帝国の兵士8人の像がある。兵士の間のハフには以下のバスレリーフが施されている。ナポレオンの外交的、軍事的勝利を祝し、バラ大理石にバスレリーフが施されている。その意味は以下の通り。当然ながら、アーチはローマ帝国の外戦門、特にセプティミウス・セウェルスの外戦門を模している。バスレリーフのテーマとなった戦いは、 当時ルーブル宮殿にあったナポレオン博物館の館長美バンデノンによって選び出され画家のシャルルメニエによりデザインされた。門の頂上にあるクワドリガーはベネツィアのサンマルコ院正面入り口の上に置かれたいわゆるサンマルコの馬の複製であるチュイルリー宮殿前での完遂式。イポリット・ベランジェ・シャルル・ペルシエ、チャールズ・パシール。 ピエール・フランソワ・レオナール・フォンテーヌ・ピエール・フランソワ・レナード・フォンテーヌ設計により、カルーゼル外旋門は、ローマにあるコンスタンティヌスの外旋門をモデルに、1806年から1808年に、かけて建設された。最初に掲げられていた、サンマルコの馬は、1798年に、ナポレオンが、ベネツィアのサンマルコ寺院から会えたものである。1815年、 ワーテルローの戦いと王政復古の後フランスはウィーン会議に従ってベネツィアを併合したオーストリア帝国にクワドリガを譲り渡した。オーストリア人は直ちにクワドリガをベネツィアのもとあった位置に戻した。1828年にはフランソワ・ジョゼフ・ボシオ男尺により彫刻されたクワドリガが置き直された。 これは、両側を、金色の勝利に導かれた二輪戦車に乗る、平和の女神を表していた。ナポレオンの長落後の、フランス復興王政を祝したものであった。手前からカルーゼル街戦門、チュイルーリー宮殿、エトワール街戦門カルーゼル街戦門は、いわゆる、パリの歴史軸の東端にある。パリの歴史軸は、長さ9キロメートルの線で、 パリの街の北西4分の1円のほとんどを占めている。いわば右岸の背骨である。西に目を向けると、外線門は、コンコルド広場のオベリスク、シャンゼリゼオ通りの中央線、エトワール広場のエトワール外線門、またカルーゼル広場から直接は見通せないが、ラデファンスの新外線門グランダルシュを、真正面に捉えている。このように、パリの歴史軸は、 外旋門に始まり外旋門で終わっている。しかしカルーゼル外旋門が建設された当時は、カルーゼル広場からは、西方が何も見通せなかった。チュイルリー宮殿の中央の一角が、西への視線を遮っていた。チュイルリー宮殿が1871年のパリコミューンの際に焼き払われ、その残骸が撤去されて、初めて現代にも残る大きな歴史軸が、 カルーゼル宮殿やルーブル宮殿にまで開かれた。ありがとうございます。